ブラッド・ギルバート、ブラッド・ギルバート、ブラッド・ギルバート、1961年8月9日帯は、アメリカ・カリフォルニア州オークランド出身の元男子、プロテニス選手。1980年代後半から1990年代前半にかけて、アメリカを代表する男子選手の一人として活動し、ATP ツアーでシングルス20勝、ダブルス3勝を挙げた。 自己最高ランキングは、シングルス4位、ダブルス18位、アンドレ・アガシなど、著名なトッププロ選手たちのコーチとしても有名である。1982年に、プロ入りし、同年11月の台湾、台北市の大会でツアー初優勝を果たす。1983年の全仏オープンで4、大大会にデビューし、続くウィンブルドンでいきなり、 ジョン・マッケンローとの3回戦勝ち進んだ。ギルバートは男子ツアーで1984年に年間2勝、1985年に3勝を獲得し着実に地方を固めていく。1985年10月のイスラエルテルアビブ大会で初めての単覆二冠を獲得した時はシングルス決勝では地元イスラエルのアモス・マンスドルフを破って優勝し、ダブルスでは 往年の名選手入りナスターゼトペアを組み、初めてのダブルス優勝を飾った。1986年にはツアーで年間4勝を挙げ、男子テニス国別対抗戦、デビスカップのアメリカ代表にも初選出された。1987年は全米オープンで初めてのベスト8進出があった。ギルバートは4回戦でボリスベッカーを破った後、続く準々決勝で、 ジミー・コナーズに6から4、3から6、4から6、0から6で敗れた。1988年1月から3月にかけて、ギルバートは足首故障のため一時的に戦線を離れた。プロ入り年の1982年に起こした年座による人体損傷や左足首腱の組織に蓄積した傷跡がレントゲン検査で明らかになったという。この年、ギルバートは ソウル五輪の男子シングルスで銅メダルを獲得した。オリンピックのテニス競技にプロテニス選手の参加が認められたことによ、このソウル大会からオリンピック競技としてのテニスが復活し、ギルバートはアメリカ代表選手として参加した。彼は準決勝で同じアメリカ代表のティム・メイヨットに4から6、4から6、3から6のストレートで敗れたが、 この大会では準決勝敗退選手2名による銅メダル決定戦がなかったため、ブラッド・ギルバートとステファン・エドベリの2人が銅メダリストになった。1989年のギルバートはツアーで最も好調なシーズンを送り、8大会で決勝に進出し、うち5大会で優勝した。7月末から8月第2週にかけて、全米オープン前哨戦で3週連続優勝もあった。 1990年1月1日付で、ブラッド・ギルバートは世界ランキングで自己最高の4位をマークする。1990年ウィンブルドンで、ギルバートは1987年、全米オープン以来となる4大,大大会ベスト8に、はい。4回戦では、アメリカの新鋭デビッド・ウィートンと6から7、3から6、6から1、6から 4? 13から11の熱戦を繰り広げたが、最終第5セットは24ゲーム、準々決勝では、第2シードのボーリスベッカーに4から6、4から6、1から6のストレートで完敗した。結局、ギルバートは4大大会シングルスでは2度のベスト8、進出に終わり、準決勝以上に勝ち進むことができなかった。1990年に獲得した参照を最後に、ギルバートは、 男子ツアーの優勝から見放され、1991年、以後は7大会の準優勝で止まってしまう。デビスカップでは1993年までアメリカ代表選手を務めたが、彼が起用された試合はすべてシングルス戦、通算10勝5敗であった。ギルバートはプロ入りした1982年からジャパンオープンや成功スーパーテニスで毎年のように、 日本を訪れていた。成功スーパーテニスでは1983年にイワン・デンドルとの準決勝に進出し、ジャパンオープンでは1993年にピート・サンプラスに敗れた準優勝がある。現役生活で最後の来日となった1994年のジャパンオープンでもボリス・ベッカーとの準々決勝まで勝ち進んだ。ブラッド・ギルバートは 自らがまだ現役選手だった1994年からアンドレ・アガシのコーチに就任した。ギルバートに指示し始めた年、アガシは全米オープンで初優勝を飾り、1995年に初めて世界ランキング1位になる。ギルバートはアガシのコーチに専念するため、1995年3月のリプトン国際選手権1回戦敗退を最後に、 自らのシングルス経歴に終止符を打った。その後、アガシのテニス経歴には大きな起伏があったが、その間ずっと彼を支え続けたのがギルバートだった。2002年初頭にアガシとのコーチ契約を解消した、あとはアンディ・ロディックやアンディ・マリーを教えたこともある。2011年から西コリ・ケのトラベリングコーチに就任し、15トーナメントに同行する。 ブラッド・ギルバートには2冊の著書もあり、1994年に出版した、ウィニング・アグリー・メンタル・ウォーフェア・イン・テニス、格好悪くかつテニスにおける精神的な戦いという本はベストセラーになった。2005年には2冊目の著書となる、アイブ・ゴッド・ y ア・バッ b を出版した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。